お姉さんつまらないんだぞ。冗談を言うために来たわけじゃない。もう若いのに真面目ね。そういうところ嫌いじゃないけど。約束のデータだ。<笑>うちの重役ちゃんたちの赤うんと。 揃ってるじゃない。いつもお仕事がスムーズで素敵よ、リュウジ君。カヤバがアカウントをからせるために使っていたおとこ、やられたぞ。ん？どうってことないわ。あんな子もともと使い捨てにするためだけのおもちゃだもの。ひょっとして奴がおかしくなったのはあんたのせいか。 どうかしらね。でも人からもらったものを安易に身につけない方がいいってことだけは言えるんじゃないかしら。どんな危ないものが潜んでいるかわからないものね。カエバの件はどうする？一応牽制はしておいたが。 放っておいて構わないわ。帳簿がこっちにある以上、あんな奴には何もできないもの。<笑>おバカさんよね。ただの金庫番が欲を書いて根を吊り上げようとするから、こんなことになっちゃうのよ。言われた仕事だけこなしていれば、美味しい思いができたのに。ね？ あらあら、いけない。大事なことを忘れてたわ。取ってきてもらったアカウントだけど、この企業のデータを紐付けておいてちょうだい。もちろん手を入れた痕跡は残さないようにね。これは？ん？なーに？何か問題があるかしら？ そういえば、セントラル病院から連絡が来ていたわよ。検査結果、あんまり良くなかったみたいね。これからはもっともっと治療が必要になるわよね。でも、 仕方ないわよね。あの子には必要なことなんだもの。<笑>心配しないで。私もできる限りのことはしてあげたいって思ってるのよ。なんて言ったって、リュウジキュンはこんなに神代の。ううん、私のために 働いてくれてるんだもの。私たちいいビジネスパートナーよね。<笑>それじゃお仕事よろしくね、リュウジキュン。 頼まれていた調べ物、終わったよ。
Osaka Akira. Osaka Akira. Keko Agustina Hakka Datayo. Nende ya Sabet Tawaz. Eden de Teatari Shidai ni Akaunto Kateva. Aite wa Erabaz. Uri Sabaite Tamitai. Demo. Wakatta no wa soko made. Genzai no ibasho wa fume. Teyu ka, chotto mae kara pattari katsudou shite nai. Ashidori ga todae chatta. Jōhō ga sukuna sugiru yo. Chitose ni malware wo karite, onkakuteki ni shiraberu koto ga dekireba, nani ka wakaru kamo shirenai kedo. Yatte mo ii kedo. Masaka, tada de chousa shite moraeru to omotteru wake ja nai yo ne. Tobokete mo dame. Anshin shite yo. Okane nante toranai kara. Koko no tokoro, Eden de digital wave no ijou ga ookatta desho. Kininatta kara, Wormmon to shirabete mita no. Sou shitara ne, Shinjuku ni digital wave ji no midare ga ookii basho o mitsuketan da. だから、 行ってみたい。 連れてって。 もしかしたら、 最近よく噂で聞く、 怪現象の正体かもしれないじゃない？ 連れて行ってくれたら、 保坂の居場所、 もっと詳しく調べてあげてもいいよ。 Thank you.
私だってバトルできるもん。いっけ。油断するなよ。My hacking business!
外出るの久しぶり。学校行ってないよ。行ってなかった？私。お前、会えてよかった。この間のことを謝りたくてさ。突然怒鳴ったりしてごめんな。格好悪いところを見られて情けなくてさ。あいつら同じクラスの連中だよ。何かと目をつけられちゃっててさ。お前が来てくれて助かったよ。あいつらお前がハッカーだって噂を聞いてビビってたから。本当は気の小さいやつらなんだ。群れなきゃ何にもできない臆病者だ。そんな奴らにすらビビっちまう俺は。もっと情けないけどな。励ましてくれてるのか。ありがとう。それよりさ、ここがお前が行っていた店なのか。その子は？なんか取り込んでるみたいだな。それじゃあな、また連絡するよ。
早く連れてって。平気、ちょっと疲れただけ。何あの人、すっごく怪しい。ねえ、話しかけてきて。何かしてるみたい。気になるから聞いてきて。小坂明の調査。おや、あなたひょっとして私に興味がおありで。怪しい、私が。いや、それは気がつきませんでしたね。道理で道行く皆さんが私にチラチラと視線を投げかけるわけだ。不審者だと思われていたのですね。しかしおかしいですね。交番でちゃんと調査の許可を得たはずなのですが。あって、私の見た目とおっしゃいますと、どこかおかしいですか。おっと、申し遅れました。私は上城エンタープライズの研究員でして、スウェドー明美と申します。この辺りのデジタルウェーブ地に異常を発見して、こうして現地調査にやってきたわけでして。私と同じだ。おや、あなた。これはこれは奇遇ですね。あなたもデジタルウェーブの調査にいらしたのですか。その最近の怪現象の正体なんじゃないかと思って。おう、おう、おう、それはそれはなんとも喜ばしいことですね。将来有望な若者に出会えたようです。え、実は私も同じ推測を立ててここにやってきたのですよ。どうです、よろしければご一緒に調査しませんか。若くて聡明な感性による意見は何より貴重です。この人いい人だね。ご覧なさい、ここ一帯のデジタルウェーブ値が数時間前から異常な高まりを示しています。新宿のどこからこんなにたくさんのデジタルウェーブが流れてくるんだろう。エデンじゃありないし。いや、仮想空間とは違うと決めつけてはいけませんよ。現実世界にも仮想空間同様エネルギーの流れは存在します。そっか、一般的にはデジタルウェーブはデジタル情報を運ぶエネルギーの流れと考えられているけど、大きな交通網が敷かれている場所にはそれと似たエネルギーがとどまるって仮説もネットで読んだことがある。その通り、特にここ新宿のような人も交通の便も活発な場所にはさまざまなエネルギーが集まる可能性があるというわけ。しかし
それを踏まえてもこの変化は異常ですね。環境的な因子だけが原因とはとても。おやおやおや、これは。物理体が情報体へと変異する瞬間を目の当たりにできるとは、これぞまさしく怪現象の正体。デジタルウェーブが局地的に高まることによって引き起こされる状態変異。デジタル体への変異、変態、いや、一本よろしい。この現象をデジタルシフトと名付けましょう。デジタルシフト、中はどうなっているんでしょうね。楽しみですね。私たちも行こう。だって楽しそうだもん。君たちはハッカーでした。駅の中はさらにデジタルシフトが進んでいるようですね。デジタルモンスターまでもがエデンと同じ形で現れている。現実にデジモンが現れるなんて。ワームも端末に入れてくればよかった。内部は特殊なデジタルウェーブが渦巻いているようですね。つまりここは現実世界でありながらデジタル情報で構成された世界。現実世界そのものが電脳空間化してしまったとお考えです。つまりこの空間では人為的な干渉が可能になる。なんと、いや実に素晴らしい。お分かりになりませんか。現実がデジタルにシフトする、それすなわちプログラムを用いて現実世界に干渉することが可能になるということです。つまりハッキングできるってこと。ご名答。まだ部分的なものであるこの現象が世界全てを巻き込めば、あらゆる事象の改変も可能になるかもしれません。そうすれば現実で不可能だったことが可能になる。すごい。いやはや、あなたはなかなか柔軟な頭をお持ちですね。私の思考について来られる方に出会ったのは久しぶり。ひらめきの反射速度が通常とは違いますね。まるで、ひょっとしてあの三島エリカさんではありません。なんで私の名前は。やはりそうでした。大したことではないのですが、私はあなたの。やはりいました。おや、君もイーターに遭遇したことが終わる。イーター、へえ、あれも私の研究対象でして、私はあれのことを捕食者イーターと呼んでいます。気をつけてください。エデンであれに捕食されるとデータは侵食され、構造もアルゴリズムも無秩序な状態になってしまいます。詰まるところバグ化してしまうというわけです。
この空間で我々の体がどれだけデジタルシフトの影響を受けているか定かではありませんが、接触すれば無事では済まないでしょう。で、物は相談なのですが、よければあれと戦ってみてはくれませんか。デジタルモンスターにイーターへの耐性があるかどうか実地調査をしたいと思っていたところでして、それにほら後ろ襲ってきますよ。絶対に負けられない。結構ですよ。データは十分に取れましたので、イーターと接近しても異常はない。やはりデジタルモンスターはイーターへの耐性を持っているようですね。それが分かっただけでも今の戦いは大きな収穫と言えるでしょう。いや、ご協力に感謝しますよ。対抗方法も分かったことですし、これから本格的に調査と。おい、誰かそこにいるのか。早くこっから避難するんだ。まだ調査の邪魔はされたくありませんね。あなたたちはもうお帰りなさい。私のことはくれぐれもご内密に。待って、まだ話を。お前さんは龍神とこのエリカちゃんじゃないか。こりゃいけねえ、急いで外に運ぶぞ。あら、お前さんもついてこい。お医者に話を聞いてきた。エリカちゃんはひとまず大丈夫のようだ。お前さん聞いてなかったのか。俺の口から言うのも妙なんだがな、エリカちゃんは脳に特殊な疾患を抱えているんだ。あれはもう何年前になるかな、エリカちゃんとご両親が乗った自動車が交通事故を起こしてな。その事故が元でご両親は亡くなった。エリカちゃんの病気もその時の事故が元で患ったそうだ。珍しい症状でどこの病院でも治療法が見つからなくてな、龍二の野郎はあちこち駆け回ったらしい。このセントラル病院でようやく治療らしい治療を受けられるようになったそうだ。エリカ、落ち着け龍二。エリカちゃんは大丈夫だ。軽い発作だと。
又吉さん、すいません、エリカが迷惑を。なーに、俺はたまたま居合わせただけだ。そばについていたのはそこの坊主だよ。お前の顔も見たことだし、そろそろ失礼するよ。すいません、礼はまた後で。そんなもん気にすんな。また店に寄らせてもらうよ。お大事にな。あんまり気に合うんじゃねえぞ。ロビーで待っていてくれ。面倒をかけた。すまん。好きなんですか、それ。私も好きです。でもいざ自販機の前に立つと迷いますよね。何をどれだけ飲めばいいのか。あなたのおすすめはありますか。それを選ぶ2であればチョイスにも信頼が持てます。という常識を覆した革命的な商品ですね。汁ごとおでんをカチコチに凍らせ、旨味を閉じ込めてあり、この飲み物は夏でも冬でも変わらぬ美味しさを届けてくれます。夏の暑い日に串に刺したちくわをシャリッと噛みしめた時の美味しさはどんな喜びにも変えられません。さらにこの商品の一番の売りは、昔ながら食べれば喉の渇きを癒しつつ空腹もカバーできるというところにあります。私は実は空腹であることを見ていたわけですが、やりますね。しかし残念ながら私は別バージョンのコールド桃おでん缶の方が好きなんです。他におすすめはありませんか。ああそうですよね、やはりこういうのは己の胃袋、そういうところもきちんとしているなんて。やっぱりあなたは他の人とは一味違うみたいですね。ではちゃんと自分で考えてみることにします。どれがいいでしょうか。
店へ戻るぞ。エリカは2、3日入院する。そっか、入院になっちまったか。ここんとこ調子良かったのにな、お嬢。言っておいて欲しかったって。言って、どうなる？聞いていれば、エリカを外に出さなかったか。エリカを閉じ込めておけばよかったって。そうすれば、あいつが喜ぶとでも。そうすれば、病気が治るのか。お前に話せば解決したか。お前がエリカの面倒を見てくれるのか。俺の色々大変なんだ、あいつ。両親亡くしてから一人でお嬢の面倒を見てきたからさ。気にすんなって。そや、又吉さんに会ったんだってな。元気だったか、あのおやっさん。あの人には昔よく世話になったんだ、柔道の時に。ま、この話はそのうちな。ともかくお嬢が戻ってくるまでチームとしての活動はなしだな。
開始だ。なんとかなったね。さあ、行こう。
開始だ。Thank you.
みんなのおかげだよ。開始だ。はい。みんなのおかげだよ。Thank you.
とかなったね。さあ、行こう。なんとかなったね。のおかげだよ。
みんなのおかげだよ。
開始だ。いっけなんとかなったね。
私だ。犯人探しは順調かな。そうか、カヤバも犯人ではなかったか。なぜそんなことを聞く。なるほど、私の情報の真偽を疑い始めたようだな。私と直接会って話がしたいか。そうでなければ信用できないと言いたいわけだ。確かに君は信用に値する優秀なハッカーに見える。いいだろう、直接会うとしよう。それでは明日、エデンのオープンスペースで待っている。